タルミ日本史へようこそ。はい、今回はですね、えー、恒例の、はい、マーチ対策日本史の青学の、はい、4回目ということになります。えー、担当は私日本史の矢崎生がお送りします。えー、それでは早速行きましょう、えー。今回はですね、正、え、誤、ー、問題を見ていくことになります。はい、えー。1番目です。はい、縄文時代について述べた文として正しいものを一つ選びなさいというものです。はい。では見ていきます。一、えー、1番目です。 温暖化が進んだ東日本では落葉紅葉樹林が広がり、その木の実が食料となった。2番目、黒曜石を用いた石器が発展し、この時期には初めてナイフ型石器が登場した。3番目、縄文番機には温暖化が進行し、日本列島付近は現代より5度ほど高い気温になった。 4番目、広域範囲が広がり、青森県三内丸山遺跡では岩手県で産出する翡翠鉱玉が発見されていると。はい、では正しいものを一つ選んでみてください。では今回10秒あげますから、どうぞ。はい、では早速行きましょう。答えは、 一番と、ういうことになります。では、二番からどこが違うのかを見ていきましょう。はい、うも。まず、ナイフ型石器、初めて登場と書いてありますが、ナイフ型石器が登場したのは、えー、実はこれ、旧石器時代からなんですね。そして次、三番目です。えー、縄文版機に温暖化が進行した。 書いてありますが、はい。温暖化が進行したのは、縄文晩期じゃなくて、旧石器の末期ですね。えー、縄文晩期とではもう弥生にかけてですからね。縄文になる段階で、えー、温暖化が進んだため、日本列島が出来上がるわけです。いわゆる海面が上がってですね。それを縄文海進なんていうをとします。縄文の海が進むと書くわけですね。はい。 そして、えー、丸四番目です。はい。えー、この、翡翠ですね。ヒスの産地は、岩手県ではなくて、新潟県の姫川というところですね。はい。ですので、四番も誤りということになります。よって答えは、一番が正解ということになりますね。えー、注目したいのは、ここです。はい。はい。落葉、紅葉、樹林が広がったということですね。はい。温暖化が進んだ。ちゃんと温暖化が書いてありますね。 はい。えー、実はですね、はい。それまでの旧石器時代は、主にですね、えー、すごい寒い、氷河時代と、そこまででもない、えー、まあね、氷河期と環境期とかね、こう入り組んでる氷河時代だったわけです。で、えー、例えば植物で言えば、トドマスとか、エゾマスのような、新葉樹林ですね、寒いから。ところがですね、だんだんあってかくなってきたが、この東日本では、落葉紅葉樹林とかですね、 西日本では、醤油樹林というですね、えー、植物がどんどん広がっていくことになるんです。はい、では次に行きましょう。ドン。2番目です、はい。弥生時代について述べた分として正しいものは次の1音から選びなさいという問題です。では早速行きます。1番目。えー、この時期には旗織りの技術がなく布を生産することはできなかった。2番目。えー、この時期には関東から東風にかけて高姿性集落が形成された。3番目。 五感女に馬国で大きな戦乱があったと書かれているのはこの時代のことである。四番目、上り釜が使用され縄文時代と比べて高質の時は生産されるようになった。では、十秒を上げますから考えてみてください。どうぞ。 はい。では、早速行きましょう。まず、正しいものは、答えが、はい、3番ということになります。えー、では、具体的にですね、どこがどうなのか、まず1番から見ていきましょう。1番です。ドン。えー、まずこれですね。はい。この、旗織りの技術がなく、えー、これが誤りですね。えー、防水車というね、えー、ものがあります。防水車っていうのはですね、えー、まあ、糸をこう巻きつけていくで、糸のタブを作る道具です。 で、最終的にそれを使って旗織りをするわけです。当時は平折りという折り方をしていたらしいです。いずれにしても旗織りの技術は存在してます。だからバ罰です、えー。当時着ていた、ね、例えばね、男が着ていたものをケサといって、まあ、僧侶が着るケサみたいに肩を半分露出するような服です。斜めに着るからケサです。女性が着るのを関東衣といって、ワンピースみたいに頭から下はこうね、頭を入れて貫いている服、それを関東衣という、そういうものを着ていたとされています。 はい。では次、2番目です。2番目ですが、はい、ドン。皇室へ集落があるのは関東から東北にかけてではないです。基本的には紀内から西日本ということになります。よって、この2番も誤りということになりますね。はい。で、答えが3番目ですね。はい。3番目ちょっと色を変えていくと、これにしとこうか。はい。この和国対乱。まあ、これ有名ですね。五感女統一でに書いてます。和国対乱です。 この結果、100近かった日本が30近くに統合されていくという話があるんです。はい。では最後に4番目ですが、えー、これも誤ってますね。えー、何かというと、この上り窯の仕様ですね。えー、これは古墳時代以降です。そして特にですね、この皇室の土器が生産と書いてありますが、この皇室の土器といったら、まあ、後に出てくるですね、これははい。末期という土器を主に指します。末期です。末期。 だから時代がこれもまた別物ということになりますね。よって4番はやはり誤りということになります。はい。では次行きましょう。はい。では3番目です、えー。古墳の埋葬施設や副葬品について述べた文として、今回は適切でないもの、誤っているものを選びます。えー、では早速行きます。3、一番目です。古墳時代後期の埋葬施設には追葬可能な横穴式石室が多くなると。2番目、古墳時代 前期には大量の人物埴輪や銅剣などを服装する、重質的、宗教的色彩の強い、思、え、想、ー、者が多いと。そして3番目、古墳時代中期には服装品の中で、ね、鉄製の武器、バグの割合が高くなり、バグも加わるようになると。と4番目、古墳時代の前期から中期には大きな縦穴を掘って、縦穴式石室や粘土閣などの埋葬施設を設けることが多いと。 はい。それではですね、10秒あげますから、ぜひ考えてみてください。今回誤ってるもんですからね。では、どうぞ。はい。では、早速行きましょう。答えは、ドン。えー、2番ということになります。では、どこかと言いますと、もちろんここですね。まず、 えー、ここ。はい、埴輪はそもそも服装品ではないです。埴輪というのは古墳の周囲に並べるんです。服装品というのは中に収めるということですね。埴輪は中には入れません。そしてさらに前期と書いてあります。前期は人物埴輪ではなくて筒藤埴輪とかなんですね、えー。人物埴輪は中期以降ということになります。ということを考えるとダブルでバスということになります。 はい。逆にちょっと見ておくとしたら、まずですね。はい。先に、ここがです、えー。4番目を見ますと、前期から中期は、はい。縦穴式積出でした。いいんじゃないですか。そして、丸1番を見ますと、後期になると、はい。追走可能な横穴式。まず、1と4はだからセットで覚えていきましょうね。えー、縦、縦、横ときます。前、中、高で、縦、縦、横と、縦、縦、横。いいですね。そして、 えここを見ていきましょう。前期は宗教的色彩。この部分はいいと思いますよ。そして、えー、中,中期以降は、はい。まあ、武器や、武具バグ。つまり軍人的な様子に変わったんです。だから、副葬品とか埋葬されてるのは、初めは卑弥呼みたいな、巫女的な人。後に軍人がリーダーに変わった。ここの部分も問題なく合ってるんです。だからこの部分はちゃんと押さえてほしいです。だけど今言ったように、埴輪は副葬品ではないし。 え、埴輪の前期の頃は円筒埴輪だから、そもそも人物がバスということになるわけですね。だからよって答えは2番です。埴輪、この古墳ですね。古墳とか埴輪については、え、図説とかで表語で出てると思いますので、もう一回そこを改めて見ていくといいと思いますよ。では、次に行きましょう。